どうも皆さんこんにちは、染谷敏之です。染谷ちゃん TV 始まるよ。はい、ということで今回は質問コーナーやっていきたいと思います。まあ、質問いつ募集してたんだよっていう話ではあるんですけれども、なんと、今年の2023年の8月に行われました染谷フェスの時に募集させていただいてて、でそのイベント内でちょっとご紹介しきれなかった質問がなんとたくさんございますので、はい、ちょっとご紹介しきれなくて申し訳なかったんですけれども、この染谷ちゃん TV でねちょっと答えていきたいと思います。できるだけたくさん答えていきたいと思いますんで、はい、ぜひ楽しんでください。結構前ではありますけれども、あのだから染谷フェスの時に質問してたやつだから、多分みんな生で答える想定だから、そんな無茶なやつは来てないと思う。そうだといいな。そうですね。じゃあ答えていきますか。はい、レッツアンサー。ソメちゃん TV。 ニックネームケイちゃん。アクターズリーグの裏話などあればお聞きしたいです。裏話めちゃくちゃあるよ。俺みんなと同じぐらいに入ってるからね、あの入りがあのみんな野球、まずエキシビションマッチやって、で野球やってみたいな、そのなんかリハみたいなやって、でそのなんかで本番も始まってからもうまず練習から始まってみたいな、エキシビションやってる、いざ試合始まってみたいな、うん、俺みんなと同じだからね朝から入ってたよ。続きましてニックネーム緑茶さん。ソメフェス開催ありがとうございます。ありがとうございます。夜の部ではビールをたくさんお飲みになられていますが、お酒は強いのでしょうか。めちゃくちゃ強いよ。すごい強いよ。あんま俺この、ね、例えばそのね、みんなで飲み行くってなった時に俺より強い人あんま会ったことない。俺がいっぱい飲むって感じ。いっぱい飲んで俺がベロベロに酔っ払うって感じはい、強いです。ニックネームユミさん。ソメフェス開催ありがとうございます。空港での思い出はありますか。空港での思い出、空港での思い出、僕の俳優仲間のね赤澤智くんっているんですけれども、なんかこう台湾で一緒に撮影するっていう時があったんですよ。映画の撮影でね、あのカニを食べるシリーズっていうので第4弾が逃げた魚を泳いでるっていう作品、台湾で撮影だったんですけれども、まあ、これちょっといろんなイベントとかでも言ってることではあるんですけれども、なんかあの台湾現地集合だったんですよ。ね、あの俺とともる2人で、多分誰も一緒に行かない、俺とともるだけでも2人だけで台湾来てください、まあ、そんな無茶な話があるのかみたいなところもあるんですけれども、まあ、それでじゃあ2人で待ち合わせしていこうってなって、まず待ち合わせね、俺は余裕持って10時集合がいいんじゃないかって言ったんですよ。そしたらトモルが、いや10時半でいいよって言ったんですね。ああそうなのかと思って、10時半になったらまず彼は寝坊したんですよわーと思って寝坊したか、まあ、家の近くで近所あのその待ち合わせだったんですけど、でまあ寝坊してきてまあ俺だから行ったじゃんっつって、ギリギリになっちゃうじゃんっつって、でふざけて俺パスポート持ったっつったら、持ってないって言う、ね、いやそ財布とかさ最悪お金貸せるじゃん、マジパスポートだけ忘れないでくれよっていう、あのパスポートだったら行けはするじゃない、携帯も必要だけど、そんなことありましたねはい、まず空港っていうかね、はい、その思い出がありました。ニックネーム青さん。世界一周するなら飛行機と船どっちでしたいですか。あー船かな、なんかあるじゃん、そうなんか居酒屋とかにあるじゃん100万円でできんのみたいなさあれやってみたいんだよね。でなんか船なんかもね結構楽しそうなんですよね。なんかこうバイキングとかあったり、なんかプールがあったり、なんかいろんなアトラクションあったり、なんかショーが行われたりみたいな、ああいうのでちょっと回ってみたいですね。さあ続きまして、ニックネームニッシーさん。新参者なので教えてください、このキャラは何ですかっていう、あのこのあのソメ、これねこれねこれね、ソメ猫です。いつデザインしたんだっけな、でもデザインしていただいたんですよ。はい、可愛いですよねこれね、ソメ猫と言います。ニックネームヨネさん。
最近は麻雀やってますか？やってないんですよね、麻雀ね。やりたいんですけどね。ニックネームよしこさん、今日のパンツの色は何ですか？すごいね、ド直球だね。今日はね、ネイビーです。あの時は分かんないけど。ニックネーム加計さん、ありがとうございます。おこげちゃんと一日入れ替わったとしたら何をしますか？何するかな。でもいろんな犬と話してみたいね。ドッグランとか行きたいな。ドッグランとか行っていろんな犬と喋ってみたいです。はい。さあ続きまして、ニックネームゆきさん、あ、エーステ夏タン感激予定はありますか？ぜひ行ってください。はい、行かせていただきました。とっても楽しかったですね。ツイッターで見たんですけど、うん、客席でいじられてたみたいな。あ、そうそうそう。あ、それもね、こうやって関係者席で見たら、あの最後、一番最後ですよ、あの客席降りがあって、こうやって見てたら、みんないろんなとこ行ってんなと思ったら、トモロが来て一緒に写真を撮るっていう、しかも 何枚も撮るっていう。いや、僕もその前回その春の時に客席寄りの時に関係者席行ってみんなに絡んだんですよ。その仕返しをされましたね。はい、そんなことがありました。さあ続きまして、ニックネームおことさん、はい、名前をにでかつ秘訣を教えてください。まず自分の背中に人を立たせない。この人がパッと鬼になっちゃったらパッて立ってされちゃうから、まず人を背中に立たせないことが大事。立たせるにしても誰がいるのか絶対把握しておくのが大事だ。その人が呼ばれの鬼になった瞬間立ってされるのは多分自分だから、呼ばれた瞬間反応できるようにしておく。あとこう自分が次パッて名前を呼ぶ状況になった時にパッて呼べる人何人か用意しておく。それは遠ければ遠いほどいいですね。はい、対角線上の遠い人、名前呼ぶ人で、その人が鬼になっちゃってその人どっか行っちゃうパターンもあるから、何パターンか用意しておくんですよ。はい、そうすると、まあ、それだけでもね結構うまくいきます。他にもまあいろいろあるんですけど、ありがとうございます。さあ続きまして、ニックネームルルさん、脚本を覚えるのは早いと聞いたので脚本の覚え方が知りたいです。企業秘密であればヒントだけでも。気合気合です。ニックネーム花さん、今年でファン歴10年目になりました。お、ありがとうございます。この10年間で特に印象に残った作品は何ですか？ちなみに私は私のホストちゃん福岡中洲編です。すごいね、10年つうと35だから25か。なんだろうね。いや、全部印象に残ってますよ。ずっと覚えてるからね。なんでしょうね。なんかこれでも結構毎年すごい新しい経験させてもらってるなって思ってて、だって東京ドーム立つし、ステージアラウンド東京っていう座席は360度回る劇場にも立たせてもらったし、幕張メッセも立たせてもらったし、すごい素敵な職業だなって思いますよね。なんか好きなことをやらせていただいてるなっていう、改めて思いますね。はい。さあ続きまして、ニックネームかりんさん、美肌の秘訣を教えてください。これ何もしない何もしない。だからあれやこれや甘やかすのが良くないのかもしれないね。さあ続きまして、ニックネームセリさん、最近のおこげとのエピソードをお聞きしたいです。4年ぶりの開催、改めておめでとうございます。あ、ありがとうございます。最近あのトリミングをね、動物病院でやってもらってるんですよ。意外となんかやってくれって、あ、そうなんだと思って、預けてみたらすごいとってもお上手で、あ、いいなと思って、はい、最近は動物病院で預けるときにね、本当に切ない顔するんですよ。行っちゃうのみたいな行っちゃうのみたいな顔するんですよ。この前もそうでしたもんね、トイレに。ああ、そうそう、あんな感じ。もう絶望なんだろうね、俺から離れるのがね。そうなんですよ。さあ続きまして、ニックネームまなまなさん、ありがとうございます。ソメイヨシノとっても楽しんでます。ありがとうございます。質問ですが、ソメさんがこの世で最も信用できない言葉は何ですか？行けたら行くじゃない来たことある？行けたら行くって言ってたやつあれは信用できないよね。あとここだけの話、絶対あれ、そういうは他で話すやつこの2つだね。ニックネームあきほさん、前髪はやっぱり邪魔でしたか？てか邪魔っていうかね、これ分けた方が楽なんだよね。ね、あの前髪さ、下ろしてて風でバッてなっちゃってさ、分け目どこだっけみたいになるのめんどいじゃん。そうなんですよ。はい、分けちゃってた方が楽。あ、でも近々またちょっと作りに行かなきゃいけないんですけど。
はい、さあ続きましてニックネームエリーさん。ソメンさんはどなたかのディナーショーのようなイベントはご参加されたことはありますか？行ってみたい芸能人とかはいますか？演歌歌手とかの歌ってる途中にマダムがおひねりをねじ込みに来たりしてすごく楽しいです。機会があればぜひ。そうなの？こうやって？ダイヤル？いい。行ったことないね、ディナーショーはね。はい。さあ続きましてニックネーム水菜さん。ありがとうございます。ソメンさんの美しいお顔がとても好きです。ありがとうございます。来世では私もその顔になりたいのですが、自分の顔の一番好きな部分はどこですか？でも髪の毛の量じゃないかな。そう、めちゃくちゃ髪の毛多いんですけど、だから多分将来絶対ハゲない自信があって、そこじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあ続きましてニックネームコーズさん。ありがとうございます。楽しい時間をありがとうございます。ありがとうございます。ソメちゃん TV でワンピースカード以外で何かチャレンジしたいと思っているものはありますか？あー、ソメちゃん TV で架空請求と電話するやつあれやってみたいんですよね。はい、あれやってみたい。でもなんかさ、迷惑メールっていっぱい来ない？すごいんだけど、なんかこう芸能人のマネージャーですみたいな、なんかこれ誰が引っかかんのみたいな。そういうのにあえて連絡して、でも自分の携帯から連絡しちゃうとちょっともう番号とか足ついちゃうから、ちゃんと連絡していいやつで連絡してなんかこう突き詰めてみたいですね。でやったらどうなるのかみたいな。さあ続きましてニックネーム夏がつらいさんからいただきました。マーキーですね、すっかりね。サイコパスな役と熱血ヒーローならどっちを演じたいですか？まあ、楽なのはサイコパスですね。熱血ヒーローはやっぱずっとさ、まあ、熱量そうそう、もう喉も大変だしさ、体もやっぱ動かしてなきゃいけないし、まあ、大変っすよね。まあ、サイコパスだったらその点さ、まあまあまあって感じだよね。なんだ、血に秘めたみたいな。そうだよね、うん。さあ続きましてニックネームミルさん。いつも素敵な時間をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私はお酒が飲めないのですが、お酒を飲んでいる人を見るのが好きです。ソメさんのよく飲む好きなお酒は何ですか？ハイボールですよ。僕ずっとハイボールですよ。ハイボールばっか飲んでます。ハイボールで、あのね、ファミマにね、なんかスモーキーハイボールみたいな、なんかすごい美味しいやつがあるんですけど、あるとことないとこあるんですよね。あったらラッキーと思って5缶ぐらい買ってそう飲んでます。はい。さあ続きましてニックネーム笠倉さん。最近キュンとしたエピソードを教えてください。もう考えるってことはないんだろうねキュンとしてません。さあ続きましてニックネームナナシさん。笑ってもいい家のキャストの方が稽古場でみんなで腹筋ローラーをやったと言っているのを見ました。ソメヤさんは何回できましたか？なんだろう、マジで頑張れば一気にでしょ。100回はできんじゃない？できるできる。大体今最近1日60回やってるからね。これ戻れないです行って戻れない。じゃあ戻れないだろうねさあ続きましてニックネーム小春さん。苦手なものは何ですか？最近料理もうまくなっちゃったからね。お化け屋敷かな。お化け屋敷です。はい、お化け屋敷が苦手です。でも許可取んなきゃいけないからね。ニックネームまゆさん。そのですありがたいです。おぐいちゃん元気にしてます。すごい元気ですよ、めちゃくちゃ、うん、見てすごい元気でしょ。さあ続きましてニックネームさやかさん。そのです開催ありがとうございます。飛行機で旅行に行くとしたらどこ行きたいですか？あ、海外行きたいね。はい、今年ちょっと海外行けるっぽいので、やっぱなんか本当に行けるようになってよかったなと思いますよね。去年までだったら絶対行けなかったじゃないですか。今年からちょっと予約落ち着いてね、海外行けるの嬉しいですね。はい。いや、イタリアマジでよかったな。もう一回行きたいな、イタリア。イタリアっすかね。はい。行ったことないフランスとかいいっすよね。さあ続きまして、ニックネーム、ホノさん。昼の部終了後、前に同じようにギャラクシーホールのお料理は食べましたか？昼の料理美味しかったです。あ、僕もいただきました。はい、ちょっとお客様でそのなんか欠席された方の余った料理があったので、それいただきました。その事務所の後輩たちと一緒に食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったですね。美味しかったです。ニックネームマキさん。最近見た B 級映画は何ですか？お気に入り教えてください。
B 級っていうか B 級っていうか B 級じゃなくてもいいですか、あの日本のやつなんですけど怖すぎっていうシリーズがあるんですよ。これねめちゃくちゃ僕好きなんですよね、はい、なんかドキュメンタリー方式になんか活発構えに行ったり口先女を見つけに行ったりなんかねおもろいですよね、はい、怖すぎ全シリーズ見てますよ僕、はい、ニックネームことさんありがとうございます。ファンネーム作りませんか、 YouTube あるけどね、まあ、仲間仲間マンジ仲間マンジ、わそれと分けちゃう、分けると面倒いよね、まあ、YouTube のとはなんか、うん、別で欲しいんですかね、いるっていうかいる、欲しいですね、うん、いる、ちょ考えておきます、あ作るかどうか考えておきますよくあるの絵文字とか、うんうん、Twitter で、うん、ファンの証でこの絵文字が、ああそうなんだ、とか結構あるんですけど、へー、ちょ考えておきますね。じゃあニックネームみさとちゃんありがとうございます。ソメフェス開催ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私はソメちゃんの大きい目が大好きなのですが、何回目が落ちたことありますかどんな質問ね、一回もあるか、一回もないから今こうやって目ついてんだろうさあ続きましてニックネームちえさんかな、ランドセル何色でしたか、もう俺らの時代はさ赤か黒かだったよ、男が黒女の子が赤、今多様なんでしょ、水色とか、ね、とか、うん、すごいよね、まあ、別にそうあっていい話だしね、うん、黒でした。続きましてニックネームゆうりさん、ソメフェス楽しみにしてました。質問ですがスイカ、桃、メロンの中でどれが好きですか。桃かな、桃が好きです。さあ続きましてニックネームケメコさん、ソメ様こんにちは。こんにちは、いつもお綺麗ですがスキンケアで何か気をつけていることはありますか。ないんだよなマジで、なんでみんな俺がスキンケアしてるなんか入念にしてるイメージ持たれてるんだけど、してないんだよな、うん、してん、特別なことだし、あでもそのマジで何もしないっていうか、そうね、ちゃんとお風呂上がりに、はい、あそうなんか化粧水乳液ってめんどくさいから、俺はオールインワンジェルをブラーって塗っちゃうだけだけどね、うん、やってるじゃないですか。でもさ、普通じゃない？その、まあまあ、まあ俺が表に出ない人ってやってないと思うんだけど、なんかやっぱね、特別なケアはしてないっていうか、うん。オールイン。オールインワンでやってベーって塗っちゃってます。さあ続きましてニックネーム朝に泣いてる日暮らしさんからいただきました。どうせ感謝祭で夢くじで指名された方々はもともと決まっていて打ち合わせしていたのですか、それともその場で指名したのですか、言ってる方と言ってない方がいます。はい、そうなんですよ、言ってる方と言ってない方がいます。ちょっと俺もしこれでこの人には言ってますとか言って、その人が実こう俺のこと気遣ってくれて、いやあの時初めて言われてって言ってくれてたら、なんかちょっとねこう誤差が生じちゃうんで、まあ、誰かとかは一応言わないでおくんですけれども、そうなんですよ、言ってる人と言ってない人がいます、はい、さあ続きましてニックネーム限界大学生さんからいただきました。もし大学生に戻れるならどういった学生生活を過ごしてみたいですか。うわ俺これ絶対留学行くな、留学行くな、絶対行っときゃよかったなって思いますね、はい、さあ続いてニックネームボンちゃんさん、今年の健康診断はいつ行きますか。私は次の火曜日に行きます。おお、じゃあもう行ったんだね。え、じゃあ今月行きます。ニックネームエリさん、B 級ホラー映画に出るならどんな役で出たいですか。僕お化け役の方で出たいですね。はい。やっぱこれ難しいんですよ。やっぱ撮影あの本当現場めちゃめちゃ大変だと思うんですよ。いろいろなことに追われて、そうなんですよ。期間もキュッてしてるし。朝から晩までとかすごい大変だと思うんです。僕は要所要所に出てくるお化け役をやりたいです。はい。さあ続きましてニックネーム青たん。ズバリワンピースカードで一番お気に入りのカードは何ですか。あ、俺いつか見せるんですけど、あの以前木山龍後輩とね一緒にワンピースカードやって、で木山龍があのルフィの声を やられてる田中真由美さんのサイン持ってたじゃないですか。あいつあの後田中真由美さんの出てる舞台見に行って、その時に
なんと俺の分のサインもらってきてくれた。リュウ、俺はお前という後輩を持てて本当に幸せだったよ。もらってきた。しかも染谷君へって書いてある。いつか見せますね。今日ちょっと持ってきてないんであれなんですけど、そのルフィのカードです。はい。さあ続きまして、ニックネームみーさん、染めフェス開催ありがとうございます。今年の抱負は攻めるですが、2023年上半期も終わり、今の時点でこれは攻めたなと思うことはありますか？前半結構攻めましたよ。スケジュール面で主に攻めました。はい。だから YouTube 撮れないぐらいになっちゃった。攻めすぎちゃったね、すいません。ニックネームあきらさん、緊張した時の対処法とかありますか？ないんだよな。緊張しちゃっても緊張しちゃったんだよな。ごめん、ちょっと緊張したんですけど、対処法ないな。持ちつくしかない。難しいね。もう対処法ないとも、緊張しちゃったら緊張しちゃう、緊張しないぐらい練習するかとかね。で、人と会うとかでそういうので緊張しちゃうんだったら、もういろんなシチュエーションこうシミュレーションしとくとかね、しかないと思う。事前の準備かな。ニックネームさゆきさん、最近は髪の色は明るくしないのですが、染谷くんの髪が明るくなると夏を感じていたので。まあ染めたい部分ありますけど、ちょっとね、髪黒い役が今ねちょっと続いちゃってました。髪短くしたのもお仕事のあれなんですよ。ちょっともう一回さらに切らなきゃいけないんですけど、ちょっと明るくする予定はないですね。はい。さあ続きまして、ニックネームスイカ割りしたいさん、夏休みの宿題は最初にするタイプでしたか、最後に追い込むタイプでした？最後に追い込むタイプでしたね。最後に追い込んでたよ。最初にするタイプって俺さ、実際マジで会ったことないんだけど、そんな人いる？俺見たことないよ。俺もないね。だいたいみんなさ、なんかこう均等にさちょこちょこやるか、指板があってやるタイプが多いよね。うん、指板があってやるタイプでした。さあ続きまして、ニックネームよしえさん、次の染めフェスは何がしたいですか？あ、逆に聞きたい。何がしたいですか？よかったらコメント欄の方に皆さん書いてください。こういうのしてほしいみたいなね、ありましたらぜひお願いします。さあ続きまして、ニックネームゆかさん、ありがとうございます。染めフェスでバスツアーをしたいとおっしゃっていましたが、どこに行きたいですか？その時もフッチーさんは来てくださいますか？来年も開催楽しみにしています。フッチーは来るよ。だってね、だってメイキング撮らなきゃいけないもんね。フッチは俺が遠出するってなると割と高確率で来るんだよ。フッチも来たいもんね。そうですね。ね、楽しいもんね、普通にね。スケジュールがあればね。僕はやっぱ温泉から草津とかね、最高だよね。草津とかね、行けたらね。で、夜は宴会してね。そんなんいいじゃないか。さあ続きまして、ニックネームひまわり子さん、昼の部の浴衣はとても似合っていらっしゃいましたが、皆さんご自分で選ばれたのですか？まさか、あの、用意してくださいました。はい、とっても素敵な浴衣でね。はい。ニックネームふっかさんからいただきました。染めフェスであいうえお作文を作ってください。なんてことだ。そう、染谷敏行が珍しく不思議な絵、エッセンスです、素敵なイベントを行いました。なんそれ。なんそれ。さあ続きまして、ニックネームこずまるさん、エースで冬タンからワンピースカードのお話をいろいろなところで聞いています。対戦した中で強いと感じた方は誰ですか？また今後対戦したい方がいたら教えてください。これはもう強い人はですね、やっぱ古谷大和くんがもうやっぱ強いですね。あと田口亮くん、この2人があって広めましたからね。我々で言ったらもう、そう。そうですから、強いですね。はい。今後対戦した人、やっぱやってない人とやりたいね。なんか今こそ本当エース戦からバーって広がってって、もうすごいいろんなところでやってるって声聞いてるんで、なんかそう広まってった先のやってない人とやりたいですね。はい。さあ続きまして、ニックネームリサさん、今まで演じられたキャラクターで演じやすかったキャラや自分に似ていると思ったキャラはいますか？またそのキャラとどんなところが似ていると思いますか？あんまね、その演じやすいとかっていうのはあんまないんですよね。やっぱ演じるのって全部大変なので、もし演じやすいとか演じるのは簡単だなと思ったら、もっと努力のしがいがあるというか、
どうにでもできるというか、なんで演じやすいキャラっていうのはあんまないっすね。自分に似てると思ったキャラ、ぶっちゃけそんなでもない、いないっすね。なんかやっぱね、うん、やっぱそれぞれ違いますしね。自分と似てるなと思ったキャラは今んとこパッて思いつかないっすね。はい。でもしね、この人似てるんじゃないですかって多分言われても、いや実は似てないんだよねってなってると思う、きっと。そうなんですよ。はい、ニックネームマイさんからいただきました。1部と2部の間は何をされていましたか？トークや撮影会など盛りだくさんだったので少しでも休めていますように。2部も楽しみにして、なんていい子なんでしょうありがとう。1部と2部の間、あ、なんかインタビューとか受けてましたね僕ね。はい。でちょっと仮眠取ったりしてましたかね。はい。でもそんな間なかったんで、うん、って感じでした。さあ続きまして、ニックネームともきさんからいただきました。エースでアクト2の東条先生の爪を気にする仕草はどこで思いつかれましたか？あ、すごいよく見てらっしゃるなって思うんですけど、どこで思いついたかって、よし、ああしようっていう瞬間があったわけじゃないというか、はい、まあ、どこでって言われちゃうとちょっと難しいんですけど、でも稽古中なんかな、本番中なんかな、はい、そんな感じだったような気がします。はい。ニックネームアヒルさん、羽田空港からどこに旅立ちたいですか？アメリカ行ってみたいな。アメリカ行ったことないですよね。一番なんか身近な国ではあるんですけどね、意外と行ってラスベガスとか行ってカジノ行きたいですね。はい。入国審査だけね、厳しいんだよね海外行くときにさ、機内でさ、なんか書かされるじゃん。あれめっちゃ困らない？まずペンがないじゃんペン持ってる人から借りてさ、英語で書かなきゃいけない。あれめちゃくちゃ大変だよね、あれね。それ書くなら事前に言っといてくれって思うし、もし伝えといてくれよって思う。だっていいよ、それ空港で書くよ、それそのなんか旅立つ前にさ書くよ。なんで機内でさペン持ってるか分かんないじゃんけど、あれ書かされなきゃいけないんだ伝えといてくれよね。さあ続きまして、ニックネームみんみんゼミさん、疲れが翌日に残るようになったんですが、染谷さんが疲れて翌日に持ち越さないように気をつけることはありますか？あー、どうすかね。あ、でも湯船入るようにしてますね僕はね。はい、やっぱ湯船入った方がいいですよ。やっぱ気持ちよく寝れるんで、やっぱ睡眠制すものはやっぱ次の日を制しますね。はい。なんで湯船に入る、ゆっくり入るっていうのをちょっと心がけてください。でお気に入りのそこの、ね、入浴剤とか見つけたらいいじゃないですか。さあ続きまして、ニックネームみくりんさん、最近ハマっている食べ物はありますか？松屋のさ、ビビン丼めちゃくちゃうまくない？あれ考えられない、全ての思考止まるぞあれ。カレー派ですね。カレーね、カレーは、うん、思考止まるぞうますぎてしかもこの値段でっていう、やっぱさ高ければ高いほどそれは美味しくなってくる食べ物というのは。で松屋のあの値段でこのうまさ、しこ止まるぞマジで。たまに無性に食べたくなるですよね。さあ続きまして、ニックネームアメさんからいただきました。おこちゃんの一番可愛い仕草は何ですか？なんかね、こうやっぱ犬って顎高くしての寝たいんですよ。と僕が寝てる時にここに来て、ここに顎を置いてってこうため息つくのがたまらなく可愛いんですよね。上目遣いで見てくるんですよ。とっても可愛いですね。さあ続きまして、ニックネームコーンポタージュさん、最近休日にしたことは何ですか？あ、自転車買いに行きました。はい、新しい。ずっとね、今年の6月にパンクして、ずっとパンクしっぱなしだったんですけど、いや一回直しに行ったんですけど、自転車屋さん休みだったら結構な大変な思いして惜しんだんですけど、休みで。いや、どうやら水曜日って全国的に自転車屋さんが休みらしい。俺初めて知ったんだけど、その情報。なんかなんだっけな、タイヤ業界が休みなのかな。だから車屋さんとかも休みのとこ多分多いんだけど、ちょっとすいません、あんま不確かなんですけど、その水曜日自転車屋さん休みのこと多いからみんな気をつけてね。はい。でいよいよもうずっと直してなかったので、あ、てか直そうと思って自転車屋さん持ってったら、タイヤベロンって出ちゃってて、後輪、はい、直すのに5,000円かかりますって言われたの。だほな新しいの買おうってならない
あの1万円ぐらいのね。あ、まあ、うん、あ、そんな高いチャリ買わないよ、まあ、あ、そのね、普通の自転車だから。はい、で一瞬ちょっと電動チャリ買おうかなって迷ったんですけど、そんな頻繁に自転車乗らないなと思って、コンビニ行くとかぐらいしか乗らないなと思って。そうなんですよ。さあ続きまして、ニックネームのぴよさん。今この瞬間緊張しすぎて逃げたいのですが、どうしたらいいですか？逃げなかったかな今もう終わってしばらく経つんだけど、逃げなかったよね。よかったです。だから意外と大丈夫なんですね。はい、よかった、逃げてない、ありがとうございます。さあニックネームお酒弱い人さん。染谷さん自身が好きな体の部位はどこですか？好きな体の部位、ふくらはぎですかね。名前もいいよね、ふくらはぎ。触るもよし、揉むもよし疲れもわかる、そして大事な部分でもあり、名前が素敵、ふくらはぎここ以外であんまふくらはぎって言わないもんね。はい、ふくらはぎです。さあ続きまして、ニックネームからなしさんからいただきました。染さんなりの暑さの乗り越え方があれば教えてください。うまいよ、もう暑いよ、もう暑いんだよ、乗り越えられないだろ。室内入ってクーラーガンガン下げるしかないんだよ暑い時は暑いんだ。さあ続きまして、ニックネームゆりさん。口丸で前川くんが披露していた染様のモノマネが激似でしたが、染様は春組メンバーのモノマネはできますか？あ、できます、できます、できますけど、これちょっと内々でやってることなんでごめんなさい、ちょっとごめんなさい、内々でやってる。そう、なのみさん、屋上のデッキは行きましたか？めっちゃ気持ちいいですよ。行きたかった、忘れてた、行けなかったね。屋上にあるらしかったですけどね、ちょっといつか行きますね。さあニックネームゆうさん。筋トレを始めます。はい、腹筋何回やったらいいと思いますか？またはブランクの時間を決めてほしいです。どのくらいやったらいいでしょうか？あ、まあ、もう終わってしばらく経ちますけど、今やってるんですかね。腹筋、女性でしょ、何回やったらいいんだろうね。15回は3セットとかでいいんじゃない？多い？なんかじゃあそういう動画撮ります？俺詳しくないからな。まあでも染さん流でいいんじゃないですか。流っていうかないもん一緒にできるような動画ね。はい、一緒にできるような。ああ、いいじゃん、いいじゃん、それ見て一緒にやる。つら、俺めちゃめちゃハードにしてまうぞついてこれるか。いいですね、プランクってこういったやつね。あれ、でも女子ってどんぐらいやったらいいんだろうね。100秒ぐらい？100秒ってできねえ、女子って。1分ぐらいじゃないですか。じゃあ60秒やったらいいんじゃないか。あ、それなんかやってて一回やってみて自分の限界知ってみて、そっから決めたらいいんじゃないかな。あんま大変だと続かなくなっちゃうからね。うん、限界やってみて、そっからちょっと甘くして、それを毎日やって徐々に増やしていくのがいいんじゃないかな。はい、ゆうさんちょっと試してみてください。さあニックネームあっこさん。最近で一番慌てたことは何ですか？最近慌てたことは、ちっちゃい方行かなきゃいけなかったんですね。あの、事前に切符をもらう系じゃなくて、自分で買ってで現地生産しますみたいな。俺そこで初めて、自分で初めて新幹線の切符買ったんですよ。はい、でなんか難しくて、なんか、いや俺本当あのシステムどうなのかなって思うんだけど、あ、すいませんね、愚痴になっちゃうんです、ごめんなさいね。券売機があって、その中の駅に入るのにアプローチで、はい、スイカで入ったんですよ。ピッつって入ってったんですよ。で券売機でいざ買うかってなったんですね。でどうやらその券売機で買うにはタッチ系のじゃ買えないの。なんでだ、この時代なんだからさ、ピッてできるようにせえって。お前 IC カードで入ってたら入れた、そこで買えたの。そのルール知らなくない？まずてか、そんなことあると思わないじゃん。これで入っちゃった人は駅員さんがいらっしゃるカウンターまで行かなきゃ、受付まで行かなきゃいけない。そのルール知らんと思って、うわ、悪くやり方わかんないと思って、なんで買えないんだと思って。しかもそんな大事に書いてないの、書いてないのそんなので。よく見たらちっちゃく書いてあるのよ。まず大きく書けと思う、それを。で特急券だけ買ってたの。でもこれじゃダメだよなっていうのなんか本能で分かってて、いつもなんかもらう時2枚あるから、
特急券とか乗車券がないときっとダメなんだと思って、いやこのままじゃダメなんだと思って、そうなんかその受付の方行って買いましたけど、それがすごい焦りましたね、慌てました。やっぱ緑の窓口行って並んで買うのが一番安排、ね、そうだよねですね、新幹線で。また後日また会ったらここまで来てくださいって、で自分で買ってください系があったんですよ、はい、次は緑の窓口で買うってなって、12時までにその特急に乗りたかったんです、新幹線に特急に乗りたかった、12時までにチケット買いたいってなって、やっぱ30分前ぐらいに行ったらさすがに買えるだろうと思ったら、まあ、緑の窓口うねうね混んでて、うわこれやばくないと思って、まあでも30分あるから行けるかなと思って行ったら、外国の方が結構多くて一人ずつめちゃくちゃお時間かかってたんですよ。うわこれやばいかもしれないと思って一人だいたい5分ぐらい時間かかってたんですよ。うわこれはやばいと思って、何人いるかなって計算して、これギリ間に合わんぞと思って、でも俺はここでしか買えないから一か八か並んでたら、あの運よく俺の前の方が日本の方が続いて、時間かからずなんとかギリ買えましたね。みんな30分じゃダメだ30分ってこれ40分ぐらい余裕持って並んだんだ、40分だったら間に合うだろうと思ったんですけど、40分でもギリでしたね。土曜日だったんですけど、みんなちょっと余裕持ってね、緑の窓口に並んでください。はい、それが焦りました。さあ続きまして、ニックネームみなみさん。スメンさんは立川や幕張など大きな会場でオペラグラスが自分を追っているのが分かりますか？またオペラグラスにファンサーしたりしますか？僕あんま分かんないっすね、はい、なんかこうオペラグラスで見られてる方もちろん認識できるんですけど、それを自分を見てるなとは別に思わないっすね。別にそこまで自分を見てるのかなって思うこともなんかちょっとおこがましいなっていうか、別に違う人見てるのかなって思っちゃう派ですね、僕はね。なんでその方に別に何か特別なことをしようっていうことはないですね、はい。さあ続きまして、ニックネームゆきさん。どうして感謝祭で印象に残ってるエピソードがあったら教えてほしいです。ワンピースカードやったんですか？やったやったやったよ、それやったよ感謝祭でもやったよ、やったよ、全然やったよ。楽屋で主に荒牧くんと一緒にやってたんですけど、なんかやってない人もいるので、まず和田拓磨くんにスターターデッキあげましたその前その上下の時にもあげてたんですけど、コンビニでパッと売ってたから買って、さああげました。2個買ったんで、もう1個鈴木ひろきくんにあげました多分やんないと思うんすけどってみんなも絶対やんないよね、やんないよねって言いながら一応あげました。ありがとうってなってくれました。多分そっからハマることはないと思いますひろきくんは、はい、一応あげました。ニックネーム沼の民さん。リアフェのイベントで MVP を取られて某カードをいただいたと思うのですが、欲しいカードは手に入りましたか？あ、なんかでもアーロンのリーパラー当たりましたよ。アーロンのリーダーパラレル、あのリーダーの珍しいデザインのやつパラレルね、あるんですけど、そのアーロンのリーダーのパラレルってすごい珍しいんですけど、それは当たりました。でもアーロンのデッキ作った人周りに一人もおらんついてこれてないと思う、アーロン自体がもうそうなんですよ、まあ、作ろうと思えば作れるんですけどね、はい。ニックネームミカチさん。最近ハマってることを教えてください。ワンピースカード B 級映画漫画お酒以外で。絞るやん、もう勝手に何ダメなんだよ最近は、まあ、YouTube で主に見てる秋高田市の、広島県秋高田市、今すごい流行ってますけど、僕こんなに流行る前からずっと見てます動向を。そうなんですよ、なんか見ちゃうんですよね、定例会の様子とか、その定例記者会見の様子とか見ちゃうんですよね。素敵ですよね、石丸市長ね、なんか見ちゃうんですよね、ずっと見てる。気づいたら多分俺全部見てるかもしれんすごい素敵ですよね、はい。さあ続きまして、ニックネームゆうなさん。最近そもそものファンになりました。これだけは見てほしい作品はありますか？トーステトランプシリーズは一気見しました。全部だよ
全部だよ、これだけを見てほしいってのは特にないかな。なんか興味持ってくださったものは見てほしいなって思いますね。はい、これだけ見てほしいっていうのはないです。僕はあの出演させていただいた作品はやっぱ全部愛着というか愛がありますんで、はい。でなんか共演させていただいた方も本当みんな素敵な方々ばっかりだったので、うん、なんか気になった自分がこの作品興味あるなと思ったものをなんか見ていただきたいなと思いますね。はい、全部見ろとはすみません言わないですけど。ニックネーム、皆さん、舞台中に起きたハプニングや面白かった出来事はありますか？ハプニングなんかしょっちゅうあるよ、すごいんだから。ちょっとね、面白かった出来事、いやいっぱいあるけどな、言えないのばっかなんだよな。何かな、言えないのばっか思いついちゃうな。ちょっと考えておきますね、言えるエピソード考えておきます。ソルジャン TV ということで、たくさんの質問皆さんありがとうございました。すいません、こんなにやったのに3分の1ぐらいしかいかなかった。55分ぐらい、1時間ぐらい、1時間ぐらいずっとやってたんですけど3分の1ぐらいしかいかなかった。でもたくさんの質問ありがとうございます。質問コーナー人気あるからね。そうです、またね、ちょっとこれソムフェスの質問をやらせていただいたんですけど、またね、こう例えば X とかで募集してハッシュタグつけてもらって質問コーナーちゃんと改めてやりたいですね。はい、年内やりたいね。そうですね、うん、攻めた、あ、もう今年は攻めるだから最後の攻めた質問コーナー、はい、確かに確かに、あ、生放送中とかでもありですね。はい、ちょっと何かで考えておきますんで、その時はよかったらぜひ皆さん質問を送ってきてください。さあ、たくさんの質問ありがとうございました。こんな感じでしょうか。はい、はい、ご視聴くださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方お願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。